南海トラフ巨大地震が発生したら最大1万9000人がエレベーターに閉じ込められるという国の被害想定もあるんですねそこでもしエレベーターで閉じ込められてしまったらどうしたらいいのかというのをまとめてみました保守管理を行う会社の岩本幸子さんによりますとまずこれは皆さん想像つくと思うんです各界のボタンを押す。 それから非常連絡ボタンを長押しするこのあたりはおそらくもし閉じ込められたらできますよねこちらですドアがこのように半開きになっているときどうしましょうこれはエレベーターのドアを閉めてください これできるかなと思うんですけれども実はエレベーターはドアが開いていると電気回路が切れるという仕組みになっているんですね。ねですから完全にこれを閉めてみることによって再び電気が通る可能性もあるあえてちょっと勇気がいりますけれどもドアを閉めてみてくださいということなんですね。それかららもう一つこちら音を出してください えー、例えばですね硬いもので扉を叩くそれからホイッスルを持っていれば外に助けを求めるなどしてみてください。あの体力を温存してほしいので大声を出し続けると疲れますから音を出してほしいということなんですが、うん、茅野さん、こちらご存知でしたかドアを半開きの時には閉める方がいいというのは私も知らなかったですね。エレベータータにに閉じ込められれるるととと、うん、狭いい空間で,で揺れもあるということになると、はい 相当恐怖が大きくなると思うんですよね、はい、ちょっとパニックになっちゃうような気もするんですよね、えー、ですでやっぱりこういう知識をあらかじめ持っておくかどうかっていうことが非常に大事になるんだろうなと思いますね、うんはい、それからですね名古屋でも本当に今いつ地震が起きてもおかしくないと言われてますけれども防災グッズ備えが必要です、えー、今年になってハンズ名古屋店によりますとこの防災グッズの売り上げが去年の1月に比べてもう7倍になっているということなんですねそして売れているものを見てみますと 簡易トイレそれからやっぱり音を出すホイッスルで、この時期ですとやっぱり暖を取るアルミシートやブランケットなどがかなり売れているということなんですねやっぱりこういったいざという時のグッズっていうのは改めて必要だなとノトの地震を受けて思いましたね、うん、ホイッスルっていうのはどんな時でも出てきますので、ええ、あのエレベーター閉じ込められた時もホイッスルを鳴らすといいっていうお話もありましたし非常に重要でこう携帯するにも それほどかかさばららないいちちっちゃいですもんね本当に必要であのすぐにでも揃えたいものだと思いますけれども、うん、ただやはり我々の,その心の中っていうのはあの喉元すぎれば暑さ忘れるじゃないですけれどもそうなんですよ時間が経つとね、えー、正,常性正常なものを何もなかったものをあのむしろメインで考えてしまうというそんなあのメカニズムが働きがちですから、はい、やはりあの。 こう何か節目節目に気を引き締めていろいろ持ち物をチェックするっていうようなことが、うん。 必要にななってくるんだろうなと思いますね,そ,うですねそしてあのいざという時にどう動くかということも本当に大切になってくるんですが名古屋の方、こちらご自宅にお持ちでしょうか、えー、名古屋防災ガイドブックといいましてこの1冊にですね普段から身を守るためにどう行動すべきかそれからいざ被災した時にどうしたらいいかという心得がまとめられているんですね。ねその中であの茅野さんもおっっしゃった、うん、あの普段から もう忘れずに用意しておいた方がいいというもので普段持っておくものをちょっと点検してみたいただきたいんですけれどもえこちらです携帯食や水それからこの時期ですとカイロ先ほどからお話出てますホイッスルこれ場所取りませんよねさらにですね現金今もうあんまり現金持ち歩かないという方多いですけれども いざとなった時にある程度の現金は必要ですし誰か分からない出会えないという時に身分証明書それからモバイルバッテリーやっぱり携帯必要ですからね。 さらにやはりお薬普段から使っているようなものですとか薬がない時のための手帳といったものも必要になってくるとこれ一つをま,あまとめてカバンに入れておくと、うん、本当にいざ地震があっても安心かなと思うんですが、はい、あの被災者のお話よく聞くとですね、ええ、まあよくおっしゃるのが、はい、情報がなかなかなかったということを言われるんですね。そのののの場合ややはははりりモババイルバッテリーという,のはもう最近やはりあの多くの人がスマホかか持ってますから、うんはい、あの ん もう今今の時代必須のものになったかなと思います。すね、ちょっと思いかもしれませんけれども、はい、やはりあの備えをするに越したことはないということですね。ねコンパクトにまとめて持っとくっていうのも大事ですよね。で、この名古屋の防災ガイドブックなんですけれども、え去年3月に実は名古屋市の全区に配布しています。ちょっとご自宅を確かめていただいてないという方は、ホームページからダウンロードもできます。そして市役所の日商社で一冊250円で販売しているということです。